さあやってまいりましょうか。バイオハザード前回はね、ちょっと村の探索編ということで、やらせてもらってました。で、今回もちょっと探索編をね、進めていこうというふうに思っていますが、まあ、次のね、ステージに進めるようだったらやっていこうかなと思いますね。あれ、これ中入れない？入れないっぽいね。え、入れそうなところが埋まってるからか。埋まってるね。ここの階段が埋まってるもんね。あ、行けなくなってる。ということなので、次はここかな。この中で、スナイパーライフル。あっ、ハンドルやっとあった。よかった。これで、これで今までちょっと開けることのできなかった井戸とかを、まとめてね、できるようになったと思うので、井戸が、井戸。1,2,3,4 箇所かな？ 4 箇所あるね。で、あと、ドナのところに、そう、ここ。で、あと、ここ、ベネビエントの副葬品って書いてあるところなんだけど、ここにね、あるんじゃねえかと思って、このプレート？そう、これ。あと、鍵のついた。あ、何？ルイザの鍵。ルイザの鍵。これ何なんだろう。ルイザの家行ったら何かあるのかな。まあ、とりあえず、井戸を。1個開けていくというか、上げていきましょう。井戸のハンドル。くる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 。あ、頭ゲッチュ。ってことは、これと、いけるね。おー。これでちょっと高級品が出来上がるんじゃないですか。で、続いて、あ、しまった。もう一回こっち戻らないか。また酔っ払いたちが地面からニョキニョキ生えてきたりとかするのかな、井戸のハンドルだったことによって。でもこれ多分井戸のハンドルって前やった時でもうすでに出てきてるよね。雷感が出てこないっていうのがね、まあ非常にありがたいんですけどね。まあ前回倒しきったっていうのもあるかもしれないけどね。こっちでいいかな。そうだね、 OK。 井戸のハンドル、そう。で、前回は、まあ、探索編だったってこともあって、まあ、特に、なんだろうね、面白い話って自分で言っちゃダメなんだけど、特に、なんか実況するようなこともなかったんで、どっかキーピック開け忘れてるとかあったよね、ここ。違うね、どっかあったんだけど、どうだったっけな。あれ、キーピック開け忘れるところはない？これ？ここかな？ここなんだっけ？穴も特にないか。そっか。まあ、じゃあちょっと裏でやっとこうかなと思います。で、あれ？こんなだったっけ？なんかトラクターの場所だいぶ移動してるね。下くぐるのめんどくさいねと、こっちから持ってきます。で、普通に実況プレイをするほどのね、まあ、見せ場っちゅうのも今ないパートなので、まあ、舐め回すようにね、今村を見ていますが、まあ、人生相談をね、まあ、お悩みを投げかけていただいている方に対しての回答っていうのを今からやっていこうというふうに思います。ルイザの屋敷の裏のところです。あ、ルイザの屋敷の方行くんだったらついでに行きますか。うん。こちら合ってる。合ってないね。あんまいいか。こっちからでいいか。前回はね、こっからなんか、ウェーって出てきましたからね。でもこっちの方の敵は倒したから、まあ多分しばらくは出てこないんでしょうけど。今回いただいてるお悩みは、なんか自動セーブしたら出てくるんじゃない、なんかわーとか言って、
てこない。なんかギギギ言ってるけど、そうそう、さっさとお悩み答えろよって話で失礼しました。まずお悩みはね、今父親とものすごく仲が悪いです。で、特にどうにかしたいってわけじゃないですけど、このままの関係でいるのもなんかよろしくないような気がします。父と仲良くするためにはどうしたらいいでしょうかというご質問だったんですけど、これに関しては僕から言えることは、思いっきり喧嘩をしてくださいということだと思いますね。というのも、ルイザの鍵はどっかに入るところがあるのかな、ないか、うん。で、なんでかっていうと、ちょっと待ってね、よいしょ。なんでかっていうと、喧嘩、まあまあ、あえて喧嘩しなさいっていう、そんなわけではないんですけど、まあ、僕個人はした方がいいかなと思ってて、なんでかっていうと、喧嘩したときにお互いの感情がこう思いっきりぶつかり合って、本音がボロって出る瞬間っていうのがあるんですよ。っていうのも僕がそれで、まあ、父親はね、比較的にその、なんか、まあ、教育熱心といったらまあ聞こえはいいんですけど、まあ、自分が幼少期の頃に結構まあ勉強ってこう親、まあ、だから僕のお父さん、僕の おじいちゃんから言われてきたっていうまあ過去があったから、まあ、息子、まあ、僕3兄弟なんですけどに対しても、まあ、結構その勉強しろっていうのを、まあ、結構まあ、くど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 小学生くらいの頃から言ってきてたことがあったんですよ。勉強、お前今日何勉強したんだ、お前今日勉強何したんだっていうことをね、こう毎日のように帰ってくれば言ってくるっていうような状況でした。でね、小学生なんてその勉強なんか強要されたって誰もしないじゃないですか。自ら進んでやるって言ったら別ですけど、そんな状況だったんで、なんかこう毎日勉強しろっていうことを言われてて、もうすごいヘキヘキしてて、なんかもう小学生の頃とかで父親がすごい、まあ、嫌いってわけじゃないけど、なんか帰ってくるの嫌だなとかって思ってた時期が多かったんですよね。ちょっとドナーの方のもう行きます。ハロー。で、まあそんなね、いろいろとこう関係性がありつつ、まあ、途中で僕が中3の時に受験前にして、父親が単身赴任することになったので、まあ、受験の一番その勉強しなくちゃいけないっていう時期に、こう父親が何も言われるような環境でなくなったっていうのは、まあ、非常に良かったなと思うんですけど、もし多分言ってたとしたらね、もうなんか抵抗に抵抗して自分の学力に見合うところかも一番近くていい学校に行くみたいなね、あの感じになっちゃってたと思うんですよね。まあ、そういうことはなく、ちゃんと自分の学力に見合ったそこそこの進学校に進むことができたんですけど、まあ、そんなこともあって、それはいいとしてですね、まあ大学受験僕失敗したんですよ。まあ、部活結構頑張ったっていうのもあって、勉強をスタートする時期っていうのが非常に遅かったせいもあって、まあ、勉強がまあおろそかになってしまった結果、中学校の時はまあ成績がかなりトップの方にいたんですけど、残念ながらもう高校ではもう下から数えた方が早いというか、高1の時なんかひどかったですよ。もう320人学年でその生徒がいて、319番目っていうね、成績だったこともあったんで、学校のなんか抜き打ちテスト的な感じの受けた時に、夏休み明けのテストかなんかだったんですけど、まあ、そんなこんなで高校では勉強に関してはもう相当落ちぶれてしまいましてね、で、まあ、そんなこともあって、父親がとね、まあ、浪人が決まった時に、おお、なんだ、相手に知らない、ちょっと一旦もしこれはちょっと2周目案件ですね。ビビったー、今ゾクッとしたわ。おーおー、怖っ、びっくりした。これついてくる、もしかしてついてこないかな、さすがにね。あー、わ、ゾクッとしたわ、怖かったー、今マジビビったわ。で、浪人が決まって、今でも覚えてますよ、2015年の3月の20日ですね。その日がちょうど
部活の引退試合を、まあ、特に引退してるんですけどね、引退してるんですけど、あの部活 の, その現役生と、まあ、僕ら卒業生との、まあ、試合があって、で、Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. 試合が終わったその日の夜に、まあ、お父親とかもね、その試合を見に来たりとかしてたんですが、まあ、夜、ちょっとね、父親がお酒が入ってたのもあって、This is all an investment, even. ね、あの同級生とかが、その、どこどこの大学に行くとかの話とかもしてたわけなんですよ。で、そんな中、おいって、お前は浪人だろうと。周りはみんな大学に行くのに、お前一人、まあ、もう一人同級生にいたんですけど、if I say so myself. そんな中、お前一人、その浪人が決まったっていうのは、恥ずかしくないんかみたいな感じで、ぶっちりって、なんかね、急になんか、突拍子もなく、いきなり話をしてきたんですよ。で、それに対して、もうなんか、その浪人が決まったのって、もう2月の半ばとかだったんですよ。とっくに決まってた話なのに、なんかいきなりそんな話を言われたんで、向かってきて、無視して、そのまま風呂場に行っちゃったんですよ。浪人して悔しくないわけないじゃないですか。今まで、ずっと勉強、も部活も、うわってきてたの、なになになに、いらっしゃいませ、何してたんですか、こっちを作る、この人、死ぬでしょ。あいつがうろついているのは聞こえる。あいつは銃にひるみもしなかった。俺の抵抗を楽しんでいる風ですらあった。あいつは普通の狼じゃない。だが畜生、もう少しだったんだ。水車小屋まで行ければあいつをあの武器で仕留められたのに、小屋はもう目の前なのに、クソひどく寒い、足に力入らない、俺を許してくれルイザ。旦那さんか。なるほどね。ここは特に何もない。すごいびっくりしたっていうか、全然ダメージ食らってないけど、いいのあれで。まあ、どっかいる？いるねー。ライフル余ってるし、ライフルで行くか。これはズームは、しょぼ。こいつがいると多分自由に歩くことができないから、繰り返そう。ちょっと時間がかかるけどね、お付き合いください。その間にあの人生相談乗っていきます。またあそこに戻っていけたね。おっ、あ、終わり、あ、終わったわ。あっけねー、なんか倒れ方がボロみたい、溶けてったね。はい、お疲れ様でした。特に食らわないんだ。でかっ、苔生えてる。なるほど、第3ステージのやつのなんかってことだね。オッケー。水車小屋の運命ってさ、これだよね、多分ね。ルイザの鍵。違う。鉄格子の鍵だ。そうそう。で、浪人が決まった話にちょっとあれで、ごめんね、いつもグダグダで申し訳ない。そう。で、戻って、うん、それはいいんですよ。まあ、もう、浪人した事実があるんで、親父からそれを言われるのは仕方ないと。でも、なぜ今このタイミングだと。うん。浪人が決まったシーンでその話をして、来年どうするんだとか、これまでどうしてきたんだっていう、まあ、フィードバックを食らわしてきたりとかね、そういうものだったら、まあ、いいですわ。でも、こっちは引退試合が終わって、すごい気分良くなって、
次のステージに向かってね、どうしようかなっていうことを、まあまあ浪人が決まってたんで、もう勉強しなくちゃいけないなっていう、そういう話もありつつ、そんな中で、ね、急にそんな話を振ってこられても、もう無かとしかしないわけですよ。で、黙ってお風呂に行って、で、まあ、すっぱだからってね、体を洗ってたんですね、シャカ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 。そしたら急に、バーンってね、なんかね、襖を思いっきり開ける音が聞こえてるんで、なんだなんだと思ったら、あれおれーって言ってね、僕の名前をね、叫びながらね、お前さっきの態度何やったんじゃ、ボケーって言って、まあ、家の、あ、家じゃない、お風呂のね、中に、バーンってね、入ってきてね、チキンちゃんがいるけど、チキンちゃんのとこ行けないのか。どうやって行くんだろう。ああ、そう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 。で、その時にね、まあ、僕はこれまでこう父親からいろいろとバーッと怒られることとかがいろいろあった時なんかは、特に何も言わずにね、まあ怒られる一方というか、まあ、言い返したりとかっていうのは一切なかったんですけど、ここでは使えない。これはなんか使えるのか。あの、使えそうな鍵もないね。じゃあ、ダメですね。じゃあ、無視しましょう。そうそう。で、まあ、そんなこともあったので、いけないから、先進むっぽいね。行きましょうか。こっちは特になんもない。おお、ライカンいるね。ライカンバカ野郎。くだらねえ。ここは、あ、ここはなんかなし。じゃあもうライカンはもうしんどいので無視してこっちに行きます。なんか多分進んでいくところがあるから、バイバイ。そこで初めて父親が、まあ、全裸で、しかもシャンプー中だったので、泡まみれの僕に向かって、まあ、つかみかかるような勢いでこう怒鳴り込んできたんですよ、お風呂で。で、僕も、あの、さっきの態度何やってんって怒鳴られたのに対して、まあ、激高して、父親に対してですよ、父親に対して、お前こそ何やねんって。で、あの、初めてね、父親にね、つかみかかったんですよ。今まで何かしらやり返すなんてことをしたことがなかったのに、こういろいろね、思いが込み上げてくる、またあんのか、これ、いろいろね、思いが込み上げてくるものもあったので、まあ、父親に、ね、向かってね、思いっきりね、怒鳴り返したんですよね。その時に、まあ、あの、いろいろあって、父親を初めてこう殴りそうになったっていう罪悪感がバーッとね、頭の中にね、張り巡らす、思いがね、巡ってきたっていうのがあって、ごめん、ちょっと鼻かいてる。まあ、過呼吸を起こしまして、で、あ、もうこれ以上やったらまずいということで、あの、父親のね、ことを殴るのを静止して、で、そのまま、その場にへたり込んでしまってですね、で、まあ、なんとか事なきを得てということだったんですけど、その時に、セーフ超えたんだけど、もうちょっと先に、あ、セーフだけしとこうかなと思って、そう、事なきを得てなったんですけど、まあ、僕が落ち着いてからなんですけど、父親がどう思っていたかっていうことと、ね、まあ、僕がどう思っていたかっていうことを、まあ、真剣に話し合うことができたと。当然父親もね、あの、僕のことを、まあ、できる息子だっていうのが自慢だったっていうところが、まあ、浪人っていうような、あ、まあ、状態になってしまって、いろいろとこう自分ができることと、まあ、かけたかった言葉っていうのがあったけど、まあ、それがこう僕の方からね、こうだああだっていうことを言わなかったから、こう何もできなかったことが非常に悔しいと。こういうことをね、言われて、で、僕も僕で、あの、まあ、確かに勉強量が足りないっていう資格はあったものの、できる限りのことをやった結果、どこの大学もね、あの、受験も成功することができなかったっていうのもすごく悔しかったんだと。で、そこをつつかれたら、それは切れるでしょっていう
ていう話をして、お互い初めてそこでね打ち解けることができたっていう、本音をねぶつけ合うことができたというところだったんですね。これ戻ってくるときも時期そうですね。そうで、その、まあ、大喧嘩、僕にとっての初めての大喧嘩っていうのを父親としたことによって、まあ、そこからねすごいこう仲良くなって、父親とこう時折温泉に行ったりとか、2人でね九州に10日間の旅行に行ったりとかね、したこともあったんですよ。まあ、それくらいね2人で過ごすっていう仲になれたんで、まあ、そういうね父親のとうまくいかないというお話があるのであれば、まあ、一度ね、父親お父さんと思いっきり喧嘩してみるっていうのはいいかもしれません。感情に任せて本音ぶつけ合うっていうのはすごい大事だと思いますんでね、ぜひやってみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで相談終わり、実況やっていくよ。砂嵐見てる、なんかサンドストームっていう漫画に砂嵐を見て何チャンネルかっていうのをこう把握するっていうね、そんな漫画がありましたね。両手両足してください。お大王は飲みすぎ飲みすぎ、モンスターの飲みすぎ、母お母様、あなたのために俺は何でもやるぜ。取ったら早く逃げろよ、イーサン。I'll just be taking this. 律儀にもらっていく宣言。What are you doing with this? 違います。She's not hers. お母様の子ではなくて私の子でございます。お前聞きたいことあるだろう。What do you mean, mother special child? Mother, watch her baby back. ドミトレフスクとかさ、ドミトレフスクとかさ、あんなけやり取りをしてきたのにさ、これだけ律儀にさ、答えてくれるとかっていうことを考えたら、もしかしたらお前にだけお骨したのかな。ここまで近づいてきてるけど、なんか、サイズの小さなさ、なんだっけ、スターウォーズに出てくる、まあ、なんかスターウォーズとかに出てきそうなキャラだよね。なんか俺様の喧嘩見たらお前はどこにも逃げられない。あっ戻れる。Damn freak。おおたた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 出てきちゃったよ。あれ終わり。お、出てきたよ。普通に逃げられたよ。に逃がすかっていうか、めっちゃ逃がしてもらえた。うん。なんかスター・ウォーズのキャラとかに出てきそうななんかの感じでしたよね。宇宙人としてね。調べる。ハンス親方が死んじまったからしばらく漁はやめた。ボートの鍵は坑道の奥の小屋に返しておいてくれ。親方が死んだのは事故なんかじゃねえ。怪物に笛ごと食われちゃったさ。船ごと食われたらボートの鍵もなくないっていう話なんだけど、そういうわけじゃなくってことかな。特に調べるものはなし。あーでボートの鍵が必要と、これを探すためになんかどっか、じゃあまた戻るってことかな。あ、なんか宝箱あるね。あそこで710で、特になんかなさそうかな。さっき小屋じゃない、山羊、ヤギって呼ぶんだけどね、ヤギを壊した時にカラコロンカラコロンって音が聞こえてたんだけど、ここには特になさげかな。え、これ戻って大丈夫？なんか階段あった。そろそろね時間も迫ってきてるんでね、どっかでセーブしたいなと思ったんですけど、ちょっと思った以上に相談が長引いたっていうのもあったんで、正直で怖いっすね。どんな仕組み？まあいいけどね。そう、まあそうそう、人生相談がいいところでね生きることができてたら、まあなんだろうな、あそこのセーブポイントで終わってたかもしれないですけど、ね、まあ、もうちょっとだけやっていきましょう。いるね、声が聞こえるね。バレた、バレてる。オッケー。来た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 。
いつらが一体でねやってるわけがないんだよね。いない。まだいるよね多分ね。わあ綺麗。もう何体かくらいかいないかな。おお取ったらいっぱい出てきたよ。なんかし復活してきたー。怖い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 。逃げろ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 。ボートの鍵を取ったらここに用はないな。ここに用はないだ。邪魔だ。逃げろーい。みなぎってきたー。うおー、みなぎってきたって。おー、なんか、あのごっついのがいたな。でもまだ見つかってないね。ちょっと待つやってみる。いけるかな。おー、来た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 。ほいほいほい。ほら。ごっついのだけ気づいてないね。ごっついのを相手にしなくていいかな。ごっついのだけだよね。ヤッホーヤッホーヤッホーな。奥にもいるね。まあいっか、行きましょう。気づいてないなら無理して倒す必要もないしね。弾の数もありますからね。なんかクリアした友達に聞くと弾の今回あのバイオ4とかバイオ5とかと違って弾の管理がすごい難しかったっていう話をしてるんでね、あんまり無駄弾を撃っても仕方がないというところですからね。これ壊せない。無理か。じゃあボート進めていきましょう。乗って多分乗った先とかにねセーブポイントとかあるんじゃないかなと思うから、それで、やっていきましょう。おお、いたね。だがそんなもん乗ってしまえばこっちの勝ちよ。水ちなみにどこ取ってんの。ライカンどこ行った。ライカいなくなった。うわぁ、すげぇ操作しづらい。むず。こっちか。よいしょ。おぉ、ダム。あ、おぉ、なんだ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 。What was that? 今のは?もう一回。あー、で、あれか、あれと。あのなんか3体目のやつが合体してとんでもないボスが出来上がったんで、いけねえし。いけないね。うわー、こういう操作めっちゃ苦手だわ。ダメかもしんない。さっきまでの視点移動となんか全然違うもんね。勝手がね、ボート降ります。さてと、セーブポイントないかな。あ、ありそう。なんかすげえ怪しいよ。こっちから行く。こっち抜けていってもなんかいる。なんかすげえ怪しい音が聞こえるけど、特に何もなしか。
じゃあさっきのなんか小屋っぽいところ入ってみますか。なんか小屋とか入ったらなんかムービーが始まりそうだな。うん、そんな気がするよね。それじゃお邪魔しまーす。顕微鏡。What the hell? なんだここ。Research post or something? 研究室か何かか。What the fuck are you doing here? うにょ、マンドレイク誰？マンドレイクが来たよ。あ、こいつら。痛い痛い痛い。Stay the fuck down! Ethan!I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. So Chris, why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey Cap, I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown.But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What this guy? Watch out!I don't have time for this. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? What the fuck is wrong with you? ボス戦、ちょっと待って、収録時間が大変なことになってるけど、どうしてお、ちょ、危ねえ、もうボス戦、ちょっと待って、お、やばいやばいやばい、逃げな、逃げな、逃げろ逃げろ、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 そんな聞いてないよ。今ここでボス戦うんだとしたらあまりにも収まつすぎないか。違う違う違う、何を開いてるの。どっか行った。いやー、びっくりした。え、もうボス戦かと思って、あんなのどうすれば、もうどうにかするしかないよね。よいしょ。で、モローの診療所、お医者さんか何かなのかな。He said the exit's underwater. 水中に出口があるって。調べる。赤赤赤、水色水色水色、黒。調べる。If I can drain the 水さえ抜ければなんとか。Shit, there's no power. そりゃそうだよな。そりゃそうだ。水門の電力を復旧する。水門の電力を復旧させたいんだけど、あ、何してんの。了解。ちょっと一回喋りかけか。あ、特に何もないのね。Please come again。今後もごひいきに。打ちてー、そのとてっぱら。ちょうどいいところにセーブポイントがあったんでね、ここで一旦セーブして終了したいと思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。